んばんは。これから私の夜ご飯を作ります。今日の夜ご飯はなめらか五目豆腐中華煮っていうものを作ります。やはりね、寒い時はなんか中華でね、なんか元気つけたいなと思ってます。で、使う材料はお野菜たっぷり、そして大豆性タンパク質を多くということで、このようなものを用意しました。使うのがベースになるのがお豆腐です。そして、油揚げあります。で、油揚げはじゃん、半分に切って開いて裏返しておいてください。これはね、私のねお気に入りのお豆腐屋さんの手作りの油揚げなんです。厚揚げもあるんだけども、とにかく厚揚げも油揚げもお豆腐も何でもそこは美味しい。そして、厚揚げはね、行くとね、揚げたてがあるの。もうね、帰ってきたらハンバーガーみたいにね、かぶりついちゃうの。使う材料は五目なので、五目豆腐なので、干し椎茸、生の椎茸でも構いません。2枚ぐらい刻んで。で、グリーンピース、そして人参、千切りのちょっと短めね。それで、おネギ15センチぐらい。で、キクラゲ、コリコリして美味しいのでね、ぬるま湯で戻して刻んでください。干し椎茸もぬるま湯で戻してね、刻んどくだけです。そして、かつお節。かつお節は、実は発酵食品なんですね。だから、発酵食品を食べるといいので、これも五目豆腐の中に入れてきます。1,2,3,4,5 っていう風にベースになる、具材が5個だから五目豆腐だよ。ね。それで、五目豆腐を絡めるのに、ニンニクとかいろいろ使うんですけれども、あと、つなぎはね、大和芋。ちょっとね、今日はね、いろんなものがね、ごちゃごちゃあるんですけれども、冷蔵庫の中と相談しながら、ある具材でやってみてください。五目豆腐っていうとね、なんか結構満足感が出るんです。なぜだかというと、いろんな栄養素が取れるので、脳が満足してくれるんですね。はい、では始めたいと思います。フードプロセッサーの中につなぎとなる大和芋をゴロゴロゴロっと入れます。材料は記載しておくのでね。それでお豆腐が入ります。軽く水切りしてあります。大さじ1杯ぐらい。それで片栗粉です。大さじ2杯。見てください、ツヤツヤな、大和芋入りお豆腐ができました。豆腐と大和芋が入っているので、ふわっとした滑らかな口当たりのものができます。では具を入れます。干し椎茸、リンピース、なければインゲン刻んどいてもいいです。で、人参、これはね、京人参です。お正月のが余ってたからね。こちらの方がね、カロチンがね、高いんですよ。甘みも強くてね。香りも強くてね。それで、おネギです。青いとこ入れちゃっても構いません。煮込むのでね、全然 OK です。はい。それで、コリコリするキクラゲです。キクラゲは、キノコですよ。木にできるクラゲ。しいたけも木にできるでしょ。お友達。それで発酵食品のかつお節です。2袋ぐらい。で、これ動物性タンパク質ね。そしてお豆腐で大豆性タンパク質ね。ハイプロテインになりますよ。プロテインスコア値が高くなります。動物性と植物性が合わさるとね。で、この中でグリグリグリとかき混ぜてください。美味しそう。見て、こんなにいっぱい具材が入ってるよ。ほらね、具材いっぱい。お揚げをひっくり返して、ここをちょっとね、キュッと曲げとくと入れやすいと思います。こんな感じね。
でしっかり詰めてください。結構ねたっぷり入れた方がいいですよ。食べ応えがあるのでね、その方がね、ギュッギュッギュッとたっぷり入れてください。はい、こんな感じ。そしたらここひっくり返してスパゲッティでこうやって縫い物をするようにソーイングしてるような感じね。はい、チク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 。でこれを中央にキュッとやると茶巾のような形になります。はい、これで合計6個できました。香ばしいタレにするのにまず油を大さじ2杯ぐらい入れて、それでニンニクをじりじりさせます。2かけら分のスライスですね。でじりじりさせてる間にオイスターソースを入れて、オイスターソースもちょっと焦がす感じっていうのかな、じりじりさせるの。オイスターソース大さじ1杯。はい、調味料がブクブクして少しお砂糖もとろけてきたのでこの辺で水分を足します。2カップの水分が入ります。これはね、椎茸の戻し汁、その椎茸の戻し汁はいい出汁が出てるので戻し汁は取っといてくださいね。で足りない分はお水で結構ですので、あともう1カップ。はい、まだ沸騰してませんけど入れちゃっていいです。でグツグツ10分ほど煮てからとろみをつけていきます。コトコト煮ている間に付け合わせのブロッコリーを茹でていきたいと思います。ブロッコリーは、よく洗って食べやすい大きさに切ってあります。お水などは何も入ってない状態です、今はね。で中華風に彩りよく美味しく茹でるやり方をお見せしたいと思います。はい、じゃあお塩ですけども、お塩を、全体にふわーっと振ります。お好きな味にね。はい、そしてコーマ油を全体にヒューってかけてあげます。でお水いっぱいだと水っぽくなるので少しのお水で茹でます。だいたい大さじ 2、3 杯あれば十分かと思います。で蓋を閉めて中火でスタート。これで十分中は最高に沸騰している状態なのでちっちゃくしてきます。だからもう蓋も吸い付いているような感じで蒸気がなるべく外に逃げないようにふつふつ煮てくれてます。もうね、少しの水なのですぐ沸騰して、それで火を小さくして 1、2 分待った状態です。綺麗な色で茹であったでしょ。で塩とごま油の味がもうついているので、これで中華風のブロッコリーが付け合わせとして出来上がってます。でお水が特にそんな残ってないのでザルにあげる必要性もないですね。もう直接こうやってお皿に引いて五目豆腐が出来上がるのを待つのみです。はい、先ほどの五目豆腐のお揚げさんがよく煮えてます。一回り大きくなる感じに膨らんでます。そうすると中まで火が通ったサインですね。で、スパゲッティも煮えてます。とりあえず一応上下返しておきましょう。その方が味がまんべんなくつきます。水溶き片栗粉はねまんべんなくあちこち入れて時々ちょっと混ぜてください。で硬さを見ながら調節してください。で仕上げに今ごま油入れましたのでまたこれをなじます。で初めて出されたらこれは何って言われそうですけど、ほぼ豆腐です。ダイエットフードです。お豆腐とお野菜ですごい満足感が出ます。やはりね、お野菜もいっぱい、お豆腐やお揚げさんで大豆製タンパク質もしっかり入ってます。ダイエットに食べた感がある中華、おすすめです。やーん、どうでしょう。すごい大好評だったんです。ぜひ皆様も試してみてください。